近で一般市民が襲われています。直ちに座標の地点へ救助に向かってください。ワンダラーに遭遇して救助が必要だった。俺が追い払った。表か裏かどっちだ。この結果は多くの人の今夜の運命を左右するぜ。お前は本当に人助けが好きだな。見逃さないとなぜわかる。お前たちハンターは救助命令を受けたらずっと負傷者の世話をし続けないといけないのか。どうということはない。日差しが強すぎるせいだ。503号室を頼む。どうも。手伝う気はないのか。お手数おかけします。お前の手が冷たい。N109 区に深く関わりたくないなら、俺のこう言ったことにあまり首を突っ込まないことだな。あっちを向け。こういうのは見ない方がいい。次から俺に会うために
お前が悪夢にうなされるのはごめんだ。必要ない。手慣れてるな。よく怪我するのか。不満そうだな。練習相手として危険度の高いワンダラーを探してやろうか。そんなやり方をしてたら日が暮れるぞ。資格を取ってハンター協会に入ることを勧めてるのか。日の差さない場所には影がある。たまたま俺は暗い場所で生きるのが好きだった。俺の世界に興味があるなら光と闇の境界で一歩を踏み出す必要がある。お前は選択しなければならない。もちろん選択権は与えてやる。お前が俺が驚くような選択をするとは思わないからな。これを届けるように頼まれました。勝手に俺のせいにするな。ここは普通の宿屋だ。俺とは何の関係もない。あいつの親父は確かに N109 区の出身だが、俺と取引した。あいつが安心して普通の生活を送れるように、俺が保証するとな。俺は約束を違えたことは一度もない。あの崖についての心配をするなら、N109 区に関わりがあるかどうかより、あんなにゲームばっかりやってて、期末テストはどうするのかってことだ。もう一つ、手伝う気はないか。
手がまだ冷たいな。光の中で普通に生きていく資格は誰もが生まれつき与えられてるわけじゃない。そのことをお前はとっくに分かってるはずだ。そろそろ行くか。ついてこないのか？